アイテム番号 SCP-453JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル SCP-453JP は低危険度物品収容室に保管してください。SCP-453JP の接触者は標準人型収容棒に収容されます。接触者には給餌の代わりに点滴を投与してください。SCP-453JP の接触者の精神に錯乱が見られたとき、カウンセリングを行ってください。SCP-453JP の接触者が死亡したとき、SCP-453JP の焼却処分を行ってください。説明、SCP-453JP は直径3センチメートルの一口まんじゅうのような12個の物体です。SCP-453JP は箱に収容されており、その表面には、満足、満腹、まんじゅう、と記載されています。成分表及び製造会社などの期限を特定できる情報は記載されていませんでした。SCP-453JP は接触もしくは物理的損傷によって消失したとき、箱の中に12個になるように再出現します。SCP-453JP の組成には異常がなく、一般的に流通している一口まんじゅうと同様の成分が検出されました。SCP-453JP を接触した人間は満腹感と身体の充足感を主張します。検査の結果、接触者の胃の中で SCP-453JP が増殖して、隙間なく詰まっていることが判明しました。さらに、SCP-453JP は接触者の胃の中で消失と再出現を繰り返します。接触者によって SCP-453JP は消化及び吸収されることはありません。接触者は食物の接触時に苦痛を感じます。苦痛は食物が固体に近いほど大きくなります。これは食物が SCP-453JP を押しのけ、胃を圧迫することから生じていると推測されます。そのため、接触者の多くは数値上飢餓状態に陥っていました。しかし、接触者の要望は飢餓状態にもかかわらず変化しません。接触者が食物を摂取せずにいると通常の人間通り死亡します。接触者が死亡した場合、SCP-453JP の増殖と消失のサイクルが止まり、SCP-453JP は異常性を失います。SCP-453JP を体内から摘出したとき、同量の SCP-453JP が接触者の胃の中に発生します。そのため、SCP-453JP の影響を取り去ることはできません。摘出された SCP-453JP は異常性を失います。胃を摘出しても、胃の位置していた場所に SCP-453JP が発生し、消失と再出現を繰り返し続けます。接触者はこの状態でも満腹感を主張します。さらに、接触者は SCP-453JP を非常に美味と評価するため SCP-453JP を他人に勧める傾向があります。この傾向には異常性が見られず、記憶処理によって取り去ることが可能です。詳細は追記より確認してください。SCP-453JP は、県、市、町の病院に搬送される栄養失調患者が急増していたためにその特異性が発覚しました。収容部隊は接触者をすべて保護し、市の家屋から SCP-453JP を回収しました。その後、町の全域に A クラス記憶処理を行い、カバーストーリー、新型感染病の蔓延、が流布されました。接触者の一人である、市は SCP-453JP を、市、町の夜店の屋台で買ったと主張しました。その証言に基づき、財団によって屋台の店主が確保されました。屋台の店主も SCP-453JP を接触し、SCP-453JP の影響を受けています。SCP-453JP の来歴を知るために、店主へのインタビューが行われました。詳細はインタビューログにより確認してください。追記。市は包丁による自殺を図った直後を財団に保護されました。財団職員による治療により、市は蘇生しましたが、精神の錯乱が見られ、何らかの異常性が予測されたため、市にインタビューが行われました。インタビューにあたり、
死の精神に配慮するためにカウンセリングの方式を用いています。インタビューログ1、聴取者、博士、対象者、死。博士、それでは、インタビューを始めます。あなたの好きなところからお話しください。死、私は食べることが大好きだったんです。大好きだったんです。なのに、あれを食べてから、あのとっても美味しかった饅頭を食べてから、泣き始める。落ち着くまで待ちましょう。10分経過し、死は話すことができる状態になりました。と、取り乱しました。すみません。ゆっくりと話してください。時間はまだまだあります。あ、ありがとうございます。でも、話したいんです。とにかく、話して楽になりたい。話しても、楽にはならないけど、楽になりたい。どうぞ。あなたの言葉はすべて記録されています。は、はい。まず、あの饅頭を食べたとき、とにかく、今まで食べてきた饅頭があれに思えるほど美味しいって思ったんです。それに、お腹もいっぱいになった。たった、一個でですよ。それで、皆に勧めたいと思いました。独り占めは、絶対ダメだって、思ったんです。それで、皆を呼んで、饅頭を振る舞って、その時、饅頭の中身が減っていないことに、減っていなかったんです。私は愚かにも、馬鹿らしいです。饅頭をたくさん人に勧められると思ったんです。皆も不思議で美味しい、魔法の饅頭だって、だから、涙をこらえている。はい、存じ上げています。ゆっくりどうぞ。また、別の友達に振る舞った後、夜ご飯を食べようと思ったんです。その日は大好きな焼肉の日でした。焼肉なのに、お腹がいっぱいで全く食べられなかった。夫も子供もです。ずっと、お腹いっぱいなんです。それで、来る日も、お腹いっぱいで、全くご飯も、水すらも、食べられませんでした。それで、ある日、うちの子が倒れたんです。あ、かわいそうな。すぐに病院に連れて行きました。そして、検査を受けたら、栄養失調でした。栄養失調ですよ。そんなの、日本であり得るわけがありません。なのに、そして、夫も病院で倒れました。夫もでした。私は急にクラクラして。大変でしたね。とても。しかし、なぜあなたは自殺を？違います。あれは自殺じゃない。自殺なんかじゃない。お腹を空かせるために必要だったんです。お腹を空かせるんです。胃薬もダメ。下剤もダメ。お腹がいっぱいで、夜、眠れなくなって、睡眠薬を飲んだのに、ずっと、元気。それで、吐き出そうって、たくさん出てきました。いくら出してもなくならない。お腹がいっぱい。もっと、たくさん出さなきゃ、掃除機でも、足りない。から、直接、出さなきゃ、とっても、たくさん、美味しそう。インタビューを終了します。死に即時、鎮静剤の投与。インタビューの結果、SCP-453-JT は満腹感の副産物として摂食者に精神の錯乱を起こすことが予測されます。認識汚染のような異常性は見られませんが、摂食者には定期的にカウンセリングを行う方がいいようです。博士。インタビューログに、聴取者、博士、対象、死、夜店の店主。博士。あなたはどのようにして SCP-453-JP を手に入れたのですか？おっと、SCP-453-JP とは、あなたの作成した饅頭のことです。し、ああ、あれですかい。満足、満腹、饅頭、のことですかい。その認識で正しいです。質問に答えてください。おっと、こいつは失礼。あれは試行錯誤の結果生まれた究極の饅頭なんでさ。あちしの最高傑作。食べれば体は元気になって空腹も吹き飛ぶ。おまけにとびっきりうまい。これを究極の饅頭と言わずして何と呼びやしょうか。ええ。落ち着いてください。SCP-453-JP はあなたが作り出したもの。ということでよろしいでしょうか。おうよ。重たい腹抱えて研究した甲斐があったってもんだ。あなたは SCP-453-JP を摂食した者が栄養失調に陥っていることを知っていますか？なんですって。そいつは、ああ、そんなことが、いや、ああ、そういうことか。あなたはどのようにして SCP-453-JP を作成しましたか？満足満腹饅頭は、丹精込めて、魂込めて作り上げて、ただ、
特別な製法とか、材料使ったわけじゃなくて、なんで、できたんだろうな。作成時に何か異常はありませんでしたか？異常なんて、ああ、もしかして、世界中の人間がみんな、削除済み、食えるようになりますようにって、祈りながら作ったから、そんなわけあるはずが、そんな馬鹿げたこと、ありえちゃいかんだろ。なぜ、あなたはそのような念を込めて饅頭を作ったのですか？それは、ああ、そうだ、突然、頭の中に、お前は饅頭を選んだ。選んだからには、義務を果たさなければならない。って、浮かび上がってきたような。それで、考えたんだ。俺が果たせる義務ってやつを。そうして、あれが、できたんだ。ありがとうございました。これでインタビューを終了します。